ユニホンテレビ。秋田マーチング&バトンショーが今月1日ナイスアリーナで行われ、迫力の演奏や息の合った演技が2000人を超える観客を魅了しました。秋田マーチング&バトンショーは秋田県マーチングバンドバトントワーリング協会が毎年行っているものです。由利本荘市では昨年初めて開かれました。昨年は主催者が驚くほど多くの来場者が訪れました。主催者はお客さんの多さだけでなく、会場全体が静かに演奏と演技を鑑賞する姿にも感動したということです。2年連続でナイスアリーナでの開催となったショーは10回目の節目となりました。昨年の来場者数には及ばなかったものの、アリーナには今年も2000人を超えるお客さんが詰めかけました。ショーには県内から21団体が出演し、力強い演奏や華やかな演技で訪れた人たちを魅了しました。由利本荘市からはマーチングに由利工業高校が出演したほか、6つの保育園と3つの小学校が演奏や演技を披露し、客席から大きな拍手を受けていました。昨年も出演し、ショーを盛り上げた全国大会常連校の大曲中学校は鳥を飾りました。今年はザ・ストームと題し、さまざまな天気を圧巻のパフォーマンスで表現しました。ユリホンテレビでは
第10回秋田マーチング&バトンショーの模様を余すことなく来年1月に番組としてお送りする予定です。